おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は巨峰のプランター栽培についてお話したいと思います。ブドウにはヨーロッパ種とアメリカ種があります。ヨーロッパ種は世界のブドウの主流で品質は極めていいのですが、高温多湿の日本の気候では栽培がやや難しく、腐りやすいのが特徴になります。一方アメリカ種は一般的にはやや品種は劣りますが、病気に強く多少の雨にも耐えることができます。その2つの特徴を併せ持つ品種が開発され、欧米雑種が生まれました。馴染みの深いものがデラウェア巨峰になります。今回はそんな巨峰をプランターに定植しながら、育て方も含めた7つのコツについてお話したいと思います。1つ目のコツ、栽培環境です。日光を好むので地植え鉢植えともに日当たり風通しのいいところで育てるようにしてください。2つ目のコツ、水やりです。土の表面が乾いたらたっぷり与えてください。地植えでも夏の日照りが続く場合はお水をあげるようにしてください。3つ目のコツ、肥料です。地植えでは元肥を10月から11月に、鉢植えでは2月に施します。開花・結実するようになりましたら年に3回施します。12月の寒肥、3月の追肥、9月のお礼肥を施すようにしてください。緩効性肥料や堆肥を与えるようにしてください。4つ目のコツ、病害虫です。ベト病とサビ病などが出ますので、5月から6月の梅雨時期には薬品散布などをするようにしてください。カミキリムシの幼虫にも注意してください。5つ目のコツ、用土です。水はけ、水持ちのいい用土を使います。市販の培養土に赤玉の小粒、腐葉土を混ぜるようにしてください。6つ目のコツ、植え付け方です。鉢植えの場合、適期は11月から3月になります。通常2年から3年に1回は植え替えをするようにしてください。7つ目のコツ、剪定です。適期は1月から2月になります。巨峰は単焦剪定ですので、芽を1つから2つ伸ばし、全ての脇枝を剪定するようにしてください。それでは定植をしていきます。それでは今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。園芸用の10号のプランターを使っていきます。土の容量が15リットルになります。幅が30センチ、高さが30センチ、中にスリットが入っていて排水性はいいです。そして用土になります。市販の元肥の培養土を使っていきます。そしてこちらが巨峰の苗になります。一度芽を刺して、今の時点では接ぎ木かどうか分かりませんけども、1年育てて上をピンチしてあります。芽の動きを見ますと、中ほどぐらいに元気ないい芽がありますので、その上で剪定していきたいと思います。そしてあんどん仕立てにしたいので、こちら朝顔用のあんどんです。高さが1メートル50ある一番大きなあんどんを用意しました。それでは定植していきたいと思います。それではポットから巨峰を取り出していきたいと思います。抜いていきます。はい、もみ殻と赤玉土の領土で植えてあります。接ぎ木はされてないで、差し穂で増やしてあるようです。本来なら 2,3 時間水につけて水を吸わせるんですけども、かなり水を入れてありますので、このまま植えることとします。植える深さは根の出始めているところまで植えることとします。それでは培養土を入れます。このような感じになります。それでは貫水をします。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。
それでは支柱を刺していきます。このような形で定植が完成いたしました。それでは剪定します。ここまで大きな芽が出てますので、この上で切っていきたいと思います。ブドウは若干枯れ込みますので、 2,3 センチ上で切るようにしてください。ここで切ります。現在3月初旬ですが、3月後半になりますとここから樹液が出るようになってしまいます。なるべくブドウの剪定は12月から2月いっぱいまでに行うようにしてください。以上で巨峰のプランターへの定植が完成いたしました。今回も7つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、栽培環境です。日光を好むので地植え、鉢植えともに日当たり風通しのいいところで育てるようにしてください。2つ目のコツ、水やりです。土の表面が乾いたらたっぷり与えてください。地植えでも夏の日照りが続く場合はお水をあげるようにしてください。3つ目のコツ、肥料です。地植えでは元肥を10月から11月に、鉢植えでは2月に施します。開花・結実するようになりましたら年3回施します。寒肥を12月、追肥を3月と8月に与えます。緩効性肥料や堆肥を与えるようにしてください。4つ目のコツ、病害虫。ゲト病やサビ病などが出ますので、5月から6月の梅雨時には薬剤散布などをしてください。カミキリムシの幼虫にも注意をするようにしてください。5つ目のコツ、用土です。水はけ、水持ちのいい用土を使います。市販の培養土に赤玉の小粒、腐葉土などを混ぜるようにしてください。6つ目のコツ、植え付け方です。鉢植えの場合、適期は11月から3月になります。通常2年から3年に1回は植え替えるようにしてください。7つ目のコツ、剪定です。適期は1月から2月になります。巨峰は単焦剪定ですので、芽を1つから2つ残し、すべての脇芽を剪定するようにしてください。今までいくつかブドウのプランター栽培を行ってきました。今回は馴染みの深い巨峰になります。苗も手頃で1000円以下で買える場合もあります。ホームセンターなどでこれからいろいろなブドウの苗が出回ります。お気に入りのブドウの苗を見つけましたら、プランター栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか。今回は巨峰のプランター栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。